あの原稿を書いてる時にすっごいことに気がついたんですけど、アンジャッシュって打つと予測変化こちら、大島さんしか出てこない。小島だよ、俺もだよ、なんでだよ、なんて日だ、うるせえよ。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部のタイクです。渡部さん出てこないんだなと思って感心してましたね。さあ本日なんですが、タイトルにもあります、みんな親の血液型ぐらい知ってると思うんですけど、お笑い芸人でありグルメ王の異名を持つアンジャッシュの渡部さんの不倫が報道されました。さて問題です。どこが報道したでしょう。1週刊文春、2文春、3文春オンライン、4文芸春秋つってね。いや全部文春やないかいっていう話なんですけど、正解は編集長の加藤でした。ほんで毎度この文春が報じました。これ軽い詳細なんですが、渡部さんは女優の佐々木のぞみさんと2017年にご結婚されておりまして、誰もが羨む美人妻だったんですが、結婚3年目にして今回不倫が報じられました。3年目の浮気って歌思い出しますね。3年目のつって、ね、さらに今回内容では、業界の方や一般の方など複数の女性と不倫関係にあったと報道されました。えげつないよ。だからちょっと面白かったんですけど、ツイッターのトレンド1位でその2つ下も渡部さんで、間にハッシュタグ筋金入りのクズって入ってたんですよ。なんか渡部さんが筋金入りのクズみたいになってましたね。でこれが今ものすごい話題を呼んでるということなんですが、もうこれ一連見てて、僕今回ねこうメインつっても過言じゃないですけど、文春学んでるっていう風に感じたことがあって、決して褒めてるわけじゃないんですけど、今回のこの文春法と呼ばれるもの、実は不倫報道が飛び出す前に渡部さん自身がですねスキャンダルを起こしたから、自分が出演してるテレビ各社に自分の出演自粛を申し出たんですよ。だから自分の不倫報道を自分でフライングゲットしたんですよ。ほんならそれをメディア各社が一斉に取り上げたんですよ。でおそらくですけど、この文春はこの話を聞いて、何ヶ月も張り込みとかストーキングをして、彼らで言うところの特ダネを固めて、事務所に言っていいですかってゴーサイン取ったはずなんですよ。これはビューが上がるでっつって。でも渡部さんが先に言ったことによって、文春よりも先に別のところが渡部がなんかやらかしたぞって書いたんですよ。それって尾行とかストーキングとかために貯めてた文春からしたら、まさに俺が先状態で焦るわけじゃないですか。これなんか似てんなと思ったんですよ。そう、だいぶ前に話題になった手越優也くんのカラオケ替え歌スキャンダル動画、あの時文春が出そうとしてたのに、先にツイッターのユーザーが動画をばらまいて文春めっちゃキレてたんですよ。だから今回文春早ずりと言いまして、次回の内容をちょっとチラ見せするところがあるんですけど、そこに人気グルメ芸人美人妻を殴る蹴るで飛び級のダミー匂わせたんですよ。すると案の定、先走りしたブロガーとかニュースサイトがアンジャッシュ渡部 DV かって我先に書いたんですよ。で後日文春が不倫でしたって、おい必死かライアーゲームしようかい、いやこれ作詞やって気づいたの多分僕ぐらいじゃないですか。全然違ったらごめんですけど、すげえ憶測されてましたよね。一番面白かったのが渡部ついに食い逃げですかね。長きやるかいっていうね。でやっぱり今回文春も叩かれてましたね。その原因は今回は見出しですね。内容で AV 女優ほか複数の女性と密会か、これがなんで女性と AV 女優を分けたんかと、そっちの方が閲覧稼げるから、アイドルのインパクトがあるから分けたんじゃないのかみたいな、あとはほかサイトとかツイッターのユーザーでも美人妻がいながらみたいな、それに対してブスだったら不倫してもいいみたいな言い方するなみたいな感じで叩かれてましたね。おなじみの流れになってますよね。この報道で僕が一番気になったのは、渡部さんが自身の不倫報道をフライングゲットしたこと、報道よりも先に世間に公表したっていうところなんですけど、めっちゃ思うんですけど、これなんか意味あったのかなと、結構謎じゃないですか。言い方もスキャンダルを起こしてって、結局不倫とはその時言わずに公表したじゃないですか。でこれもう公開されるって分かって多分言ったと思うんですよ。まあ理由としては自分から世間のヘイトが溜まる前に言うとか、あとやっぱ一番もテレビ関係者に対してなのかなと思いました。これでやっぱ結構自分から言ったの偉いみたいな実際ちらほらあったんですよ。公開されるって分かってって自分から言ってるから、僕は出頭と同じだろうと思ったんですよね正直。これがさ全く報道される予定もなかったけど、自分から不倫してスキャンダルを起こしたから自粛しますって、だったらこれ自主みたいなもんだと思うんですけど、このフライングゲットはなんか変な憶測呼んで、あもう意味がなかったし、逆になんか変な感じになったと思うんですよね。罪悪感に耐えきれなくなったっていうところもあると思うんですけど、まあ、今奥さんを心配する声っていうのはたくさん上がってますが、小島さんには全然触れられていないというスクープでした。すごいっすよね、まあ、奥さんいて挙式までしてお子さんいらっしゃって不倫、しかも芸能人っていうね、人間って怖いなって感じるニュースでしたね。はい、ということで今日は以上です。感想お待ちしております。まあ、芸能人とか YouTuber もそうですけど、文春が好きって人ゼロ人数と押していきます。まあだったらそんなことすんなっていう話ですけどね。以上ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。